ロドントロドントントロドントロドントロドントントロドントロドントロドントントロドントロドントロドン。아못넣잖아아역시치칭뿌이뿌이가너무강하구만그냥빡바로가스타트아니요못겠어요하나남았는데에대화대화사이소니아이고잠깐만요큐사이반노카투네이션을잘안써가지고만원우원들어온거맞지만원우원감사합니다아이로써시급이5,000원이되었습니다여러분 아5,000원이아니고2,000원이되었습니다여러분2,000원? 2,000원얼추2,000원이겠지뭐학교사이반では誰が犯人かを議論しその結果はお前らの投票により決定されます正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きですがもし間違った人物を黒としてしまった場合はクロ以外の全員がお仕置きされ生き残った黒だけが最終学園から卒業卒業ねもはや意味がないことは分かっていますそんなルールはいりません僕ら自身で生きる意味を見つけますああそのために必ず生き残ってみせますうわロボが喋ったよ今更ですかああ意地悪はしごわそれよりオーマはどうしたのなんであいつはここにいないのそんなに怖い顔で睨まないでよこれには深い事情があるんだからさ深い事情ほら今回の殺人って被害者すらはっきりしてない特殊な事件でしょなのでご覧のように無論今日被害者を伏せたまま学級裁判を始めてみたいと思いますせっかくの被害者不明って展開なんだしそれを生かさないのはもったいないなと思ってさパンパンパンそんなのってあり学級裁判って全員参加じゃなかったのあ、心配しなくても大丈夫だよ生きている方には裏でスタンバイしてもらってるからさまあこれも演出の一環ってことでとりあえず議論をスタートさせてくださいと地元のクジ같은ルールと적용しちゃなくまん納得できませんがこの状態で始めるしかないようですねジャガー議論も何もあるまい今回の犯人は首謀者の王まで間違いないはずじゃうんそれしか考えられないよいや決めつけるのは危険だよまだ桃田君が被害者って決まったわけでもないしまで言ってるの被害者は桃田だよそれ以外には考えられない、うん、でも改めてはっきりさせた方がいいと思うそうしないとこのまま残っているはずのもう一人もこの場にいないままなんだよ容疑者をこの場に引きずり出すためにもまずは被害者をはっきりさせないとダメなようですねわざわざ決まりきったことを話すのも面倒いことこの上ないの진짜복면검정이네복면재판다들모모타군이피해자라고확신하고있지만나는포기하지않을거야모모타군이살아있을가능성도있을거야다함께논의하다보면분명그진상이보일거야されてたし、いつでも殺すことができたはずだよ。
プレス機に挟まってたのも奴の服じゃった。ウーマが被害者なんて根拠は一つもないし、被害者は桃田で決まりだよ。それをやった犯人がウーマくんなんだよ。まったく惜しい奴をなくしたわ。ザオリクは魔法使いでは使えんのじゃ。피해자를단정할수있는증거는없고누가살아있다는근거도없어현시점에서피해자를단정짓는건너무이르다고피해자는모모타이가니생각이라는자로모모타군은오마군이관계웬만하면끝까지할거예요그러니저마음껏혼하시면된다니까요、네、오랜만에야근하잖아원래칼같이10시에끝냈는데오시위한곰님100비트응원감사합니다야오마군가희가이샤아까마리야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 こんなものが見つかったんだ네치킨시키셔도돼요치킨은인정이지어오마군이피똥을싸고변기에다가이걸버려놨더라고しかもこの服の背中と袖の部分にはうっすらと血が滲んでいたこれって지질은어쩔수없지엉덩이에화살을맞은それにこの服がトイレに流されていたってことは誰かがこの証拠を隠滅しようとしたってことだよそれがどうしたのプレス機に挟まってたのは桃田の服なんだよ아우잠깐만요헤드폰너무오래켰더니뭐이제쪼여가지고아프다잠깐만스피커로들어야겠다その証拠がある限り아집중이안돼서좀그런데헤드셋안쓰면스피커가스피커소리다시마이크로들어가서들리진않죠조그맣게틀어놔가지고아마안들릴거야하루카와씨는경납고에서시체를발견한뒤부터계속죽은게모모타군이라고주장하고있어그런데왜그런거지그녀도나랑같은마음이라고생각했는데모모타군이살아있었으면좋겠다그런마음이라고생각했는데어쨌든하루카와씨는모모타군의옷을근거로생각하는모양이니까그옷과관련된의문을먼저풀어보자그러면분명알아줄거야모모타군이살아있을가능성이있다는걸実はそのプレス機に挟まっていた服に関しても気になっていることがあるんだ。ん？何が気になるんだ？な？プレス機에서빨삐져나온옷과관해서신경쓰이는점그것은옷의소매そうだ。どうして桃田君の服は袖だけがプレス機の外にはみ出していたのかな？だって服を着たままプレス機に潰されたら袖だけがプレス機の外に出るなんてありえないよね袖に通していた腕も一緒にプレス機の外にはみ出しているはずだよそれなのに袖だけがプレス機の外に出ていたってことはそのせいで殺してもいいお？そんなことをわざわざ説明しなくちゃいけないなんてあんたって思ったよりバカなんだねその程度のことに気づけないなら黙っててよ鬱陶しいだけあにハルカは우리그런사이아닌데왜이렇게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 차가워말론쇼다袖だけがプレス機からはみ出してたのはむしろ当たり前なんだ潰されたのが他のやつならともかく桃田の場合はねそんなこともわからないなんてあんたは桃田の何を見てたの桃田君の何を見ていたってどういう意味あいつはいつも服を変な風に着ていた上着の袖に腕を通してなかったのじゃあその言葉、切ってみせる잘못본건너야確かに桃田君はいつも服
の袖に腕を通していなかったけど、それは右腕だけで、左腕はちゃんと袖に腕を通していたはずだ。でもプレス機からはみ出ていたのは左の袖の方だった。だとすると、あの袖がはみ出していたのはやっぱり不自然だよ。じゃあその時だけたまたま両方の袖に腕を通してなかったんじゃない？え？そう考えることだってできる。結局あんたの推理なんて穴だらけなんだよ。いい加減もう邪魔しないで。私はここでオーマを倒さないといけないんだからさ。하루카와씨정말왜그래무모타군이살아있을가능성따위는없다고처음부터단정짓는다는생각밖에안들어어떻게그렇게단정짓을수있냐고でも하루카와さんの言う通りだよね。被害者は무모타군としか考えられないよ。だって首謀者の大間くんが死んでるなら、この殺し合いだって続いているわけがないし。確かにそうじゃな。モノクマ、もう被害者ははっきりしたんだし、さっさと大間をこの場に連れてきて。もう？まだ早くない？早くない？いいえ、ここから先は容疑者の話になります。本人に出てきてもらわないと議論が進みません。はいはい、わかったよ。じゃあそろそろ登場してもらいましょうか。容疑者さん、いらっしゃい。띠용、대구이사로에타고있는거야？驚かせちまったみてえだな。思った？お？その声、桃太くんですか？桃太。いろいろあって格納庫のえぐい猿の中に隠れてたんだが、いつの間にか寝ちまったみたいだな。すっかり遅れちまったぜ。あ、で、今はどんな状況だ？ちょっと待ってよ。じゃあ死んだのは桃太くんじゃなくて。バーカ、嘘だよ。もや。本気で俺が死んだと思った？俺が死ぬわけないじゃん。ジュンどこや？オーマンくん、俺は死にません。みんなを愛しているから。人が古いぞ。お主はいくつじゃ？ことだろうと思ったけど、クソ野郎にふさわしい最低な登場だね。ミシシ、俺のためにそんなに怒ってくれるなんてちょっと照れちゃうな。本当に大間くんなのか？当たり前だのクラッカーだよ。だからいくつじゃ？だったらどうしてエグい猿に乗ったままなんだ？ちゃんと姿を見せたらどうだ。なあ、これは自己防衛ってやつだよ。生身だと誰かさんに殺されちゃうからね。でもみんなの気持ちはわかるよ。この姿のせいで俺の言うことが信じられないんでしょ？西氏、そう思ってちゃんと証拠を持ってきてるよ。証拠？じゃーん、このビデオカメラです。例のごとく倉庫にあったやつなんだけど、何かあった時のために格納庫に持ってきておいたんだよね。いやー、大正解だったよ。おかげでバッチリ映すことができたからさ。증거를주네。被害者が死ぬ瞬間をね。なんじゃと？なんじゃと？というわけで、
早速その衝撃的瞬間を見てみようか。ねえモノクマ、このビデオカメラをモニターに接続してくれる？はい、ラジャーです。모노쿠마는 에구이 사루가 준 비디오 카메라를 재판장의 모니터에 접속시키고 바로 재생을 시작했다. 참. 뭐야? 못하! 이건 빼박도 못하잖아. 어? 모모타쿠. 히도이요. 도대체 こんなこと. 見てしまった. 모모타가 추락하는 순간을 見てしまった. 뭔가 出る. ちなみに言っておくけど、今の映像は完全ノーカット無修正版だからね。そもそもこのビデオカメラって非常に簡易的な機能しかなくて、再生ボタンと録画ボタンと一時停止ボタンがあるだけで、撮影した後に編集なんてできないんだよ。もちろん動画をパソコンに取り込んで編集したりもしてないよ。ねえモノクマ、答えてもいいよ。今のは裁判の公平な推理材料として必要な話だからさ。なるほど、公平な推理材料として必要ならばお答えしましょう。確かに学園内の全てのパソコンを確認しましたが、外部接続された形跡はありませんでした。ほらね、ありません。カメラをパソコンに接続していない以上、映像の編集は不可能なんだよ。つまり今の映像は完膚なきまでに本物なんだよ。だとすると、もう疑う余地はなさそうですね。格納庫のプレス機で潰された正体不明の死体は桃田君で間違いありません。死体映像をモノプレで記録です。그런건가?정말모모타군인가?그런데왜그런거지?왜모모타군이죽어야하는거지?에리엔님구독감사합니다.아,까버려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 .지금오마군한테는모모타군을죽일이유따위가없었을거야.그는자기정체가주모자라고밝혀서살인게임이끝났다고선언했어.그런상황에모모타군을죽이는것에대체무슨의미가 있다는거야?니씨씨,ようやく信じてもらえたみたいだね。この中にいるのが俺だってことをさ。ええ、今のでようやく確信できました。君が犯人ということもね。え、なんで？被害者が死ぬ瞬間を撮影していたということは、君がその現場にいたということに他なりません。この映像を撮影した君こそが桃田君を殺した犯人なんです。でも撮影したのが犯人なら、どうしてわざわざ証拠になるような映像を。ああ、バレちゃったか。そうなんだよ、俺が犯人なんだよね。お、いやー、ボケツボケツ。実は今回の裁判にエグイサルとして参加するのは
モモトちゃんを殺す時にもう決めてたんだよね。대체뭐임もちろん誰が被害者かわからなくして裁判を盛り上げるためだよ。その答え合わせで中に俺がいるって証明する時のために今の映像を撮っておいたんだけど、うっかりしてたよ。それを先に見せちゃったらダメだったよね。その告白って罪を認めるってこと？이건뭐あちゃー、またしてもボケツボケツ。まあここから俺がいくら言い訳したところで誰も信じてくれないだろうから。もういいや、諦めることにするよ。이렇게쉽게もう決まりということか。そうなるともう投票タイム地味に。아니이렇게쉽게끝날리가없어いいの？いいんだ。最初からオーマが犯人なのは分かりきってるんだし。ただ投票タイムの前にこれだけはオーマに言っておくけど、いくらあんたが首謀者だからってルール違反して逃げるなんて許されないからね。それは殺し合いゲームを作った江ノ島純子への冒涜にもなるんだ。あんたが大好きな江ノ島純子へのね。江ノ島？とにかく投票タイムじゃな。大間の気が変わらんうちに。ちょっと待って、いくらなんでもおかしいよ。容疑者が遅れて現れてすぐに罪を認めて終わりなんて、そんなのゲームにすらなってない。大間くんやモノクマ、江ノ島純子がこだわっていたゲームにすらなってない。首謀者自身がゲームに飽きたってことでしょ。それも絶望の残党らしいと思うけど、うん、いや飽きているならわざわざあんな映像を撮影したりはしないし、それに本当に飽きているならこの学級裁判自体を始める必要がなかったはずだ。やっぱり何か不自然だよ。せめてもう少し様子を見た方がいいと思う。きっと大間くんには何か企みがあるんだ。彼は僕らを罠にかけようとしているのかもしれない。罠って何？大間が犯人じゃないってこと？だったら私たちの中に犯人がいるっていうの？も？確かに大間くんじゃないとするか、犯人は僕らの中の誰か。これちゃん、사람새끼が없구만。うちらの中にちゃんと。そんなのありえないよ。僕はそこまで言ってない。ただ彼の言うことを簡単に信じるのは危険だって。にしし。サイハラちゃんは疑り深いね。でもサイハラちゃんの言う通りなのでした。実は俺は犯人じゃないのです。も？何を言っているんですか。さっきと言っていることが違うじゃないですか。いつ왜이러는거야。うん、さっきのは嘘だからね。ごめんね、また嘘をついちゃった。今回の真犯人は偽装がお粗末だったからちょっと手伝ってあげようと思って。それで俺があの映像で犯人を装ってみたんだよ。その方がゲームが盛り上がるからね。それ本気で言ってるの？ああ、何が本当で何が嘘なんじゃ。うちは混乱してきたぞ。大丈夫だよ、犯人は大間で間違いないから。あいつが桃田を殺した、いくらごまかそうとしたって無駄なんだよ。の映像がそれを物語ってる。それ以外の選択肢なんて絶対にありえない。그이외에없다고？정말로그럴까？이렇게봐도되는걸까？논스톱논이犯人は王まで間違いないよ。さっきの映像を見たでしょ。이거겠지。桃田がプレスして殺された瞬間の。
は違うぞ。桃太くんをプレス機で殺すのは無理だよ。だってあのプレス機には安全装置がついていたんだよ。安全装置？ええ、安全に関する注意事項が書いてあったんです。プレス機の赤外線センサーが生体反応を感知すると安全のために自動で停止すると。じゃあ生きている人が下にいるときはプレス機は動かないの？だからあのプレス機で桃太くんを殺すのは無理なんだ。ということは桃太くんは何か別の方法で殺されてからプレスされた可能性が高いはずです。つまりさっき見た映像の時すでにあやつは死んでおったということか。くろたことか。でも安全装置が赤外線センサーで感知してるならエレクトボムでセンサーを無効化すればいいじゃん。いや、プレス機を動かすためだけにオーマくんがエレクトボムを使ったとは思えないよ。そんなことをしたら格納庫の警報装置も無効化するし、エグい猿のリモコンも使えなくなるんだよ。オーマくんにとってはかなり不利な状況になってしまいますね。やらないとは言い切れないけどね。俺は盛り上がるためなら何でもするやつだからさ。それにプレス機以外の方法で殺されたなんて何の根拠もない推論でしか。根拠ならあるよ。被害者が別の方法で殺されたと考えられる根拠がね。え？그래、피해자가プレス機에짓눌리기전에다른방법으로죽었다는걸가리키는단서는プレス機가까운곳에남겨져있을거야。그건바로근처에있던끌린듯한혈흔이겠지。これだ。格納庫には何かを引きずったような血痕がうっすらと残っていたんだ。そしてその血痕はトイレからプレス機まで続いていた。トイレって言えば桃太くんが閉じ込められていた場所だよね。しかもそのトイレの中にも血痕があったんだ。そこで何か。では桃太はトイレで殺された後プレス機のある場所まで運ばれて潰されたんじゃない？血痕が桃太のものだとしたらね。え？桃田がトイレで殺されたっていうのも結局ただの推測じゃん。死体が潰された今となっては桃田に別の死因があったかなんて分かるわけないんだよ。확실히이제시체는확인할수없어。하지만단서는남아있었을거야。모타군의사진짜사인을가리킬단서그건桃太くんの制服の袖に開いていた小さな穴、あれが彼の死因の手がかりになるんじゃないかな。小さな穴。いやいやいや、そんな小さな穴が凶器なわけないじゃろ。そのありえんことを言うやつには買った服が必ずセール品になる魔法をかけるぞ。ユメノさん、どうしたの？오늘따라요？그래요？별로강소진서군성우님하고별로안닮은것같은데난내스스로생각하기에목소리어어때때나넌나이와그렇게의식하고따라하는것도아니고우지와타다そんな小さな狂気などありえんと言っておるだけじゃ。
아니, 허튼 소리는 아니야. 그러니까 더욱 밝혀둬야 해. 무모타군의 교복 소매에 남겨진 작은 구멍, 그걸 만들었다고 생각되는 흉기는 싸꿍! これだ! 토일에에 落ちていた 크로스보우じゃないかな? 오랜만에 12시 넘게 하네, 방송. 나. 설마 유메노 너? 니가! 이거는 모모타군은 그 크로스보우에 撃たれていたんですね. 즉, 그 크로스보우 こそが 모모타군을 殺した 본当の 狂気という 가능성도. なるほどだ! 그 크로스보우가 狂気とはな! 우주は全く気がつかんかとは! 유메노さん, 本当にどうした? トイレに行きたいだけでしょ? それより、 モモタちゃんが撃たれた件なんだけどさ、 それが彼の死因だとすると、誰が彼をクロスボウで撃ったんだろうね。実は俺は知ってるんだけどね。教えてあげないようだ。完全に遊ばれてるね。です。遊びはここで終わりです。彼に思い知らせてあげましょう。希望ヶ峰学園の生徒として、僕らは絶望の残党なんかには屈しないということ。 希望? 絶望? 논스톱 논의 시작. 모모토짱을 크로스보우에 撃ったのって 誰なんだろうね? 나? 君以外に誰がいるんですか? 모모토를 크로스보우에 撃つには 格納庫に入らないと無理なんだよ. 정답고 창문으로 쓸 수 있죠. 警報装置と電磁バリアがあったからの。私たちが格納庫に入れないなら、中にいた大間君だとしか考えられないよ。 じゃあ俺が犯人なんだね。 무모타군이 있던 장소는 어디였는가? 그리고 흉기는 원거리 무기인 석공. 그 점을 살펴보면 새로운 가능성이 보일 것 같아. 무모토짱은 크로스. 후이! それは違うぞ。いや、格納庫に入らなくても中にいた人をクロスボウで撃つのは可能だよ。格納庫のトイレには窓があったんだ。あそこからの侵入は不可能だとしても中に向けてクロスボウを撃つことはできるよ。 しかもそのトイレには監禁されていた桃太くんがいたはずだしね。なるほどね。トイレの窓から撃てば格納庫の中にいる桃太ちゃんを殺せたってことは、俺以外の5人にも犯行は可能だったってことだね。気分が좋아요。점수를좀더많이줘요。でも地味にそういうことだよね。 사이하라はどうしても私たちを犯人にしたいんだね。それが探偵な。 끝나고 점수 줄 때 점수를 좀더 많이 줘요. 네. 仲間だろうと常に疑うのが探偵なの。まあそうなんだろうね。前の学級裁判で。 아유, 하루카와 또 왜 그래? 아유, 우리 좋았잖아. 아んたは常に仲間を疑い続けてたもんね。 どうしたの? ハルカワさん、 なんか ピリピリしてない? 当たり前じゃん。 みんなで絶望の残党を倒そうって時に 誰かさんは邪魔しかしないんだからさ。 違うよ! 僕は邪魔なんて。 あんたにいくら邪魔されても 私は必ずここで大魔を倒すから。 絶望なんかに 勝ち逃げさせないから。 まあまあ、 つまらない喧嘩なんかしてないで、つまらなくない裁判をしようよ。で、俺以外の全員に犯行が可能だったってところまではいいんだよね。それはそうかもしれんが、うちはそんな窓があったのは全く知らんかったぞ。そんなことは聞いていませんけど。
夢野さん、本当にさっきからどうした？小さい穴の話になってから挙動不審だよね。なんだ、お主もうちの小さい穴を狙っておるのか。もうそりゃ、ほら絶対おかしいよ。でもさ、この場の全員に犯行は可能かもしれないけど、全員が容疑、そもそもクロスボウの存在を知っていた人となると結構限られてくるしね。うちはクロスボウの存在など知らんかったぞ。つまりうちは怪しくなどない。怪しまれる根拠など何一つですが、夢野さんが昨日の夜格納庫に行っていたのは気になります。なあ、そうなの、ね、夢野ちゃん格納庫に行ってたの？ええ、僕は確かに見ました。あれは間違いなく夢野さんでした。昨日の夜に格納庫に行ってたなんて怪しいことこの上ないね。じゃあ犯人は夢野ちゃんで決まりかな。まずい、なぜそうなるんじゃ。うちよりも春川の方が怪しいはずじゃぞ。は？はあ、このクロスボウがあったのはどうせ春川の研究教室なんじゃろ。だから春川ならこのクロスボウをいつでも持ち出せたはずじゃ。훈훈한분열이구만。研究教室は誰でも入れるから春川さんだけが怪しいとは言えないと思うけど。それはどうじゃろな、うちは完全に怪しいと思うだな。不정、ところで、うちはいるまんぞ。切るんだら犯人ってバレちゃうからね。だから違うと言っておるじゃろ。うちは断じて犯人などではない。そもそも怪しいのはオーマじゃ。つまり容疑者は春川とオーマなんじゃ。なんで私が容疑者なの。私の研究教室には誰でも入れたって言ってるよね。俺が怪しいのは認めるよ。うん、俺が犯人かもしれないね。俺が犯人ではない。トン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 、パニック논의시작。うちは格納庫の犯人だ。俺が一番怪しいよね。今回のクロスボウだけじゃ。クロスボウはどうしたんですか。研究室は誰でも入れるもんね。だから怪しいのか俺だよ。あだだだだ、あだあだ、俺が撃ったんだよ。우선사실과다른점에집중하자。명백한거짓말이숨어있을거야。빈손으로가서너석궁그거갖고갔잖아。유메노사테브라데각노코니있다っていうのは우소다요네。겁나티난다유메노。でも키보君が見たって。어디서밑장을빼는거야。昨日の夜、君が格納庫に向かっていくときに黒い大きな袋を持っていたって。ええ、確かに夢野さんは黒い大きな袋を持っていました。違う、それはきっとうちのコスプレをした白金じゃ。だから私はフィクション作品じゃないとコスプレできない。야근데어떻게신호관에는챕터5가되도록한번도코스픽션작품의코스프레조차보여주지않는걸까。유메노사君が持っていた黒い大きな袋ってさ、これのことだよね。진짜단한번도코스프레를본적이없어。間違いありません。유메노사が持っていたのはその袋でした。なあ、ちょっと待って、夢野さんがクロスボウを持って格納庫に行ったの。
동산이아どうやらこれで決まりみたいだね。待って、違うんだ。うちはあれを運んだだけで、クロスボウを撃ったのはうちではないんじゃ。お父ちゃん、信じてくれ。そうだね、信じるよ。ゆめのちゃんは間違いなく本当のことを言ってるよね。ダメ、お主に擁護されると逆に嘘くさくなるではないか。확실히그렇지。그래도정말ゆめの씨를믿어도될까。그녀의행동자체가어떻게생각해도수상한데논스톱논의시작우치와한인ではないんじゃ썩고응それは本当だと思う우치와あのケースを運んだだけじゃあそれも本当だね크로스보우など使ってもらうしあ、じゃあ、また本当だよ。格納庫では他に何もしておらんぞ。今のも間違いなく本当だね。逆に全部嘘っぽく聞こえるんだけど。ああ、オーマのせいじゃ。サブリミタルオーマじゃ。석공을못못하고한테쏘려면그석공을써야만해유메노씨가석공을썼는가그게논점이되겠지석공이안에있었죠화장실안에있었으니까유메노가쓰진않았겠지으아브이제얼추한시간됐어요하나3 40분유메노さんがクロスボウを使っていないのは本当だと思う。というより使えなかったはずなんだ。使えなかったってなんで？あのケースに入っているのは分解された状態のクロスボウなんだ。僕と桃田くんは春川さんに組み立て方を教わったからなんとかなると思うけど、組み立て方を教わっていない人があれを組み立てるのは難しいと思う。じゃあさ、実はゆめのちゃんも春川ちゃんに教えてもらってたんじゃないの？うちは教わっておらんぞ。なあ、はるかは。どうしたんじゃ？さっきのこと、怒っておるのか？すまん。さっきは疑われるのが怖くて、つい嘘を言ってしまって。よん。だからって、はるかわちゃんのせいにしようとするなんて人間性を疑うよね。それあなたが言う？はるかわよ、許してくれんか。頼むから本当のことを言ってくれんか。おも。分かってるよ。私は嘘なんて言わない。夢野にはクロスボウの組み立て方なんて教えてない。だからそいつにクロスボウを使うのは無理だよ。ほら言ったではないか。うちの言った通りではないか。うちを疑った連中はさっさと謝れ。すさまじい変わり身の速さだね。ですが、夢野さんはどうして格納庫にクロスボウを持って行ったのですか？それは頼まれたんじゃ。부탁을받았다고혹시그러길부탁한건유메노씨한테석공을들고오도록부탁한것은못하겠지뭐そうだ근데어떻게부탁했대それって모모타쿠모모타쿠格納庫にクロスボウを運ぶことを頼むなんて、その場にいた大間くんか桃田くんとしか考えられないし。桃田くんなら組み立て方を教わっているからクロスボウを扱えるはずだ。だとすると夢野さんに頼んだのは桃田くん以外には考えられないよ。
さすがに大魔君に頼まれて持っていくとは考えられませんしね。当然じゃ。ルチがなぜ大魔の頼み事をつかんといかんのじゃ。俺のことが好きなくせに。なわけないだろ、大嫌いじゃ。俺は好きだけどね。なちょっと、そんなところで遊ばないでよ。그런데모모타군이유미노씨한테그런걸부탁했을줄이야혹시모모타군은어제나한테한말을지키려고ですがどうしてユメノさんは今の話を黙っていたんですか。モモタから内緒にしてほしいと言われておったのもあるが、モモタが死んでしまって怖くなってしまったんじゃ。ルチがだからって春川ちゃんに罪をなすりつけるなんて最悪だよ。春川ちゃん、この頭の悪い猿に人間の恐ろしさを分からせてやるといいよ。好きな子いじめはやめ。ユメノさん、好きな子いじめはあそこまで言わないよ。それよりユメノさんはいつ桃太くんにそれを頼まれたの。昨日の夕方ぐらいだったかな。トーマとの対決が迫っている緊張で寝られなくて、散歩がてら格納庫の様子を見に行ってみたんじゃ。そうしたら、あの窓のそばを歩いておったときに、いきなり、トマトから声をかけられたんじゃ。驚いてちびったうちに、あいつは言った。春川の研究教室にある黒ズボンを持ってきてほしいとな。途中で気になる言葉があったけど、それはすぐにして、黒ズボンを頼んだってことは、モモタ君がオーマ君を殺すつもりだったのかな。ああ、いらん。いや、オーマを無力化するだけだと言っておったぞ。さすがに殺す気ならうちも協力できんわ。うちはそのモモタの言葉を信じ、春川の研究教室から黒ズボンを持って行ったんじゃ。僕がユメノさんを目撃したのはその時ですね。問題はそれ以降のことだよ。クロスボウを手にした桃太くんはその後はどうしたの。それ以降のことはうちにもわからん。クロスボウを渡してすぐに寄宿舎に戻ったからな。おそらく大魔くんに反撃しようとしたところでそのクロスボウを大魔くんに奪われてしまい、逆に桃太くんが撃たれてしまったんでしょう。そう考えるのが合理的です。いや、クロスボウを撃ったのは大魔くんだけじゃないよ。桃太くんも大魔くんにクロスボウを撃っているはずなんだ。그렇게생각될근거도있으니까그래바로똥을싸고대충닦은모모타군의옷아니오마군의옷 これだほらトイレから見つかった大魔くんの服には背中と袖の部分に穴が開いていたよね。しかも桃太くんの制服にあったのと同じような穴がさ。大魔がクロスボウで撃たれたのか。撃ったのはもちろん桃太くんだよね。どうだったかな。まるで記憶にいないな。クロスボウで撃たれてるのに。二人がクロスボウで撃ち合ったのは間違いありません。問題は。근데어떻게둘이속공이한대밖에없는데서로쏜거지なんだっていい。분죽음의혈투라도벌인건가宇宙で何があったかなんて関係ない。結果的に、オーマが桃太を殺したのは間違いないんだし。역시하루카와씨의상태가이상해。그런데왜지혹시그녀는뭔가알고있는걸까그렇다면뭘알고있지맞아하루카와는유토리가무시했나도중에何があったか問題ではない
的に大間が桃田を殺したのは間違いないんだ。だからさっさと投票タイムに。いや、まだ早いよ。だって残っている謎だって。謎なんてどうでもいいよ。犯人はもう決まってるんだし。本当にそうかな。え？え？なんじゃ、いきなり口を挟んできよって。学級裁判を運営する身としては謎がどうでもいいとか言われると困るんだよね。それだと盛り上がりに欠けるんだよ。だからもう少しいろいろと考えてみてほしいんだ。どうでもよくない謎だってあるはずだよ。例えばそのえぐい猿の中にいるのは本当に大間くんなのかとか。は？何言ってんの。その話はとっくに終わったんだけど。大間が生きているのは間違いない。殺し合いだってまだ続いておるし、あのえぐい猿から聞こえる声も。근데아까桃田목소리도들렸잖아。でもさっきは桃田くんの声だって聞こえたよね。ああ、声なんて当てにならねえよ。このえぐい猿にはボイスチェンジャーがあるからな。뭐야나도줘요。おかげでこうして大間のふりをしても誰も気づかねえわけだが、俺も終わりだ。待たせたな、てめえら。今度こそ宇宙に轟く桃田カイトの登場だ。こっからが本番だぜ。なんじゃ、一体どういうことじゃ。だから俺は桃田なんだよ。今までは大間のふりをしてただけだ。まあちっと事情があってな、こうするしかなかったんだ。つうわけで今まで騙して悪かったな。一体もや。え、その中にいるのって桃田くんなの。バカ言わないで。いつまであんな奴の嘘に騙されてるの。あれは大間が桃田のふりをしてるだけだよ。どうしたんだよ春巻き。俺の言うことが信じられねえのか。あんたがその名前で私を呼ぶな。おいおい、マジで俺のことを大間だと思ってんのかよ。まあこの姿じゃ仕方ねえかもしれねえけどよ、どうしても今は出られねえんだよ。それはなぜですか。くれ、おちそや、おちそや、もった。大間にやられた怪我のせいで動けなくなっちまってな。立つのもままならねえんだ。だからこうしてえぐい猿に乗ってんだよ。そうじゃったのか。けどこのままてめえらに信じてもらえねえと話が進まねえからな。そうなれば仕方ねえ。十一、ここはてめえの出番だぞ。え、僕？え？死んだのは俺じゃねえってことを他の連中に説明してやってくれ。역시모모타고는살아있었어라고나도믿고싶지만실제로는어떨까。지금있는증거는뭘말해주고있지。모모타군과오마군중누가피해자라고말해주고있지。이제제대로된근거를삼은답을꺼내야만해。진실에서눈을돌리지않고이사건의피해자는지금까지의증거로만보면은모모탄데。역시죽은건모모타군이라고생각할수밖에없어。지금있는증거대다수가그걸말해주고있어。이번사건의피해자는모모타군이야。오이무슨단다요슈이치아싸도진다노와오래자네ってこと민나니説明してくれよ。いや、やっぱり違う。君は桃田くんじゃない。だって桃田くんはもう死んだんだ。絶望は死にません。ぷよかったよかった。盛り上がってきたみたいだね。ついでに
意見が割れているようですし、最終学園が誇る変形裁判長の出番ですね。よっしゃー、張り切っていこうぜ。벌써스크럼왜이렇게사건을꼬는거야그게재미긴하지만얘들죽은거봐라진짜이제밀명없구나자죽은사람은누구인가오마다무못하다야다섯명에서이걸해야돼僕はエグイサルの中身は桃田君だと思います。僕がエグイサルから出てこない以上は確認のしようがないよ。無駄なせいでエグイサルから出られんと言ってる。ハルカワさん、そんなの桃田の怪我を知ってれば誰にでも言える。桃田君じゃなくてオーマ君がプレスされた。ハルカワさん、映像を見たでしょ。プレスされたのは桃田だよ。オーマ君の上着には矢の傷が残っていたんだ。まあ最後もこれも桃田とマッチングだじゃ。桃田君の服にも残っていたよ。首謀者を倒して生き残ったと考えて。首謀者、首謀者は生きてる。そのエグイサルの中でね。どうしてそんなに桃田君が生きてる可能性を否定する。僕が今ある証拠じゃ桃田君が生きてる根拠にはならないんだ。ちょ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 悔しいけどさ。そうですか、犀原君がそこまで言うなら間違いないんでしょうね。じゃあ、あそこにいるのって。はっ、ちっと悪ふざけが過ぎちまったみてえだな。どうまや、ごめんごめん、今のはちょっとした冗談だよ。悪趣味な冗談じゃ。やっぱりクソ野郎だね。いろんな見せないのは僕も同じ気がするけど、今は冷静に議論を進めよう。桃田君の死の真相を突き止めるためにさ。その通りだよ。で冷静にね。なぜお主が言う。そしてどこが冷静なんじゃ。話が逸れてしまいましたが、改めてクロスボウの件について考えてみませんか。今のような嘘で惑わされないためにも事実関係ははっきりさせておいた方がいいと思います。私もそう思うけど、どうかな、春川さん。別にいいけど。じゃあ早速考えてみようか。なぜ同じが仕切るんじゃ。俺と桃田ちゃんがクロスボウで撃ち合ったとして、そこで何があったのか。まずはその時の状況をまとめて。혹시謎を解く突破口になるかもしれない。혹시둘다안죽고저안에사이좋게밤그한그서로몸을부대끼면서앉아있는건아니겠지。서로의체온을느끼면서서로혈투를하다가서로새로운사랑의눈을뜬거야。둘다안죽은거아니겠지。시작。크로스보우의打ち合いがあった時ってどんな状況だったんだろうね。믿고싶지않지만当事者のくせに仕切るな。最初にクロスボウを持ってたのは桃田君だから、まず彼が大間君を撃ったんじゃない。その後桃田君は大間君にクロスボウを奪い、逆に撃たれてしまったのでしょう。クロスボウは奪われたわけじゃなくて、俺が隠し持ってた別物だったりして。持ち出されたクロスボウは一つだけだよ。残り二つはちゃんと私の研究教室にあった。
それにしても戦